はい、そしたらリールを、竿の持つ位置です、基本的にはこの中指と薬指で、このリールのこの付け根のところ、ここにこういう風に入れて、こう持つのが一番、使いやすいです。まあ、たまにこう持っててこうリールを巻いてる方とかいますが、もう非常に力がかかって、持ち重りをしてしまいますので、こうリールがここにあるので、ここに一番は、重心がありますので、ここを持つのが一番、使いやすいです。このように持って、左手でリールを持つ、右利きの方はこっちの方がやりやすいです。左利きの場合は左手で竿を持って右で、リールを回す方が、使いやすいです。